めんね、遅くなって。ちょっと道に迷っちゃって。お兄ちゃんの生活用品を買いたくて。そうです、普段どういうの使ってるとか男の人の意見を聞きたかったので。それがですね、お兄ちゃんって家だと意外と細かいんです。私のやることに細かく注文つけるし、ひどいと思いませんか？過保護すぎるんですよ。いつも喧嘩ばっかりですよ。ちょっと空をな。いや、どう？それはすまなかったな。そうか、ならいいんだ。そうだな、こんな空でも俺たちのたった一つの空だからな。空は人ほど複雑じゃないしな。お前確か航宙課だったよな。ちょっと聞きたいことがあるんだが。いや、また次の機会に聞くことにするか。もう遅いしな。さて、そろそろ帰るかな。空を飛んでいければ早いんだけどな。ああ、そうだな。どうした、こんなところで。
わかった。無視してすまなかった。ああ、これなんだけどな。ああ、なんかこれを眺めていたら、屋上で空を見ているような、そんな気持ちになってな。まあ純粋にちょっと面倒だったのもあったかな。冗談だ。よう、待たせたな。ん？ああ、そうだったな。それじゃあ行くか。ああ、休みの日でも見知った顔が多いようだな。どうしたんだ？そうか？気にしすぎじゃないのか、お前。そんなに女ばかり気にしているとミハエル見たくなっちまうぞ。そうだったな。なぜ甲虫科に入ったかってことを聞きたくてな。そんなこととは何だ。ん？ああ、そうか、そうだな。言われてみれば確かにそうかもしれないな。まあいい。で、どうなんだ。そうか、いろいろと考えていたんだな。いや、俺のことはいいじゃないか。ああ、そうだ。ちょっとこの後用事があるんだった。それじゃあ、また今度な。
そんなことないです。じゃあお願いします。お疲れ様でした。はい、いつも忙しいのにまして人がお休みだったりするとこうなっちゃいます。あ、そうだ、これ今日のお礼、マグロマンです。こちらこそお仕事手伝ってもらってありがとうございました。今度はお客さんとして来てくださいね。サービスしますから。お前こそ、まあいいか。あ、まあそんなところだな。そうだな、お前の家族はどんな感じなんだ。いや、なんでもないんだ。いろいろと考えていて気がついたらここにいた。ただそれだけだ。そんなに気にするな、大したことじゃないんだ。大したことじゃ。なんだと？ったく、お前の方こそ年寄り臭いこと言ってるぞ。そうだな、あまり考え込んでもしょうがないよな。ありがとな。それじゃまた学校で。じゃあな。よ、ところで今日はどこに行くんだ。ってお前、誘っておいて何も考えてないだと。ったく、先が思いやられるな。おい、早くしろ、置いていくぞ。さすがにそれはセンス悪すぎだろ。ったく、まだ行くのかよ。何バカやってんだ。さすがにこれだけ一日回ればな。何事にも限度ってものがあるだろう。まったく。だけどまあ悪くなかったよ。これだけ遊んでると、いや、なんでもない。まあたまにはこういう過ごし方もいいかもなってことだ。でも当分は勘弁だな。このソフトクリーム美味しい。
ここじゃないと味わえない味だよね。カバウシってどこにいるのかな。兄ちゃんのご飯の量減らしますから大丈夫です。ほら、もっとカバウシ君と遊びましょう。私は先に着替えてきますね。お待たせしました。何ですか？楽しいのにもったいないよ。ほら、行こう。いいからいいから、ほらほら。あー、楽しかった。本当に？顔引きつってるけど。それじゃあまた来ようね。それでボートも乗って。もう来てたのか。そういえば今日ルカのエクスギア見たか？エンジンユニットがいつもと違っていた。上昇時の加速性、安定性が段違いだったぞ。
いや、聞いたよ。そしたら、え、何のことですか？いつもと一緒ですよ。だってさ、まったく。別に隠さなくてもいいのに。あとは、あれだ。ミハエルのやつも、実技試験の時に、レディーファーストだな。お先にどうぞ、アルト姫。とか言いやがるし。ったく、どいつもこいつも。ああ、そうだな。掃除洗濯料理。家のことをしてたら時間が経ってたって感じだな。ああ、もう1年以上になるかな。遅かったな。なかなかいいところだな。浜辺と海、とてもフロンティアの中とは思えないな。どこを見てんだよ。そんなに女ばかり見ているとミシェルみたいになっちまうぞ。海もたまにはいいもんだな。お、あれ面白そうだな。よくそんな気持ち悪いもの食べられるな。だからなんでそんな水着の女ばかり探してるんだ。ああ、ここが宇宙の中とは思えない場所だな。そうだな。ただし、女ばかり追いかけるなよ。
そうだな。いろいろありすぎちゃって、でも映画とか買い物とかかな。じゃあどっちも行こうよ。お、仲がよろしいようですね。お二人さん、これからデートですかな。ふん、何慌ててんだって。俺だよ。ミシェルさん、こんにちは。ランカちゃん、こんにちは。ああ、お前もいたか。そうですよ、かわいそうです。そうかそうか。いや、見直したぞ。こんなやつだけど、ランカちゃん、よろしく頼むよ。はい。じゃあね、ランカちゃん。バカにかける言葉はないよ。じゃあな。よかったらまた誘ってくださいね。最近忙しくなってきて、勉強がおろそかになってて。もう笑い事じゃないよ。
です。え、いいんですか。じゃあお願いします。本当だ。そうするとここがあれで、ひどい。うん、ありがとう。今日は助かった。うん、ありがとう。それじゃあお兄ちゃんが心配するからそろそろ帰るね。来たのか。ん？まあ、まあな。昔から空を見ることが多くてな、今でもこうやって見てしまう。お前、夢はあるか？俺は本物の空をこの目で見たい。そして飛びたいと思っている。ああ、青く果てしなく続いて水平線と白い雲、そんな本物の自由な空。新しい星に着いたらそれがいつでも叶えられる。まあ、いつになるかわからないけどな。あ、いつかはな。構わないが、俺の邪魔だけはしないでくれよ。冗談だ。早く見つかるといいな。俺たちの、みんなの空が。
ません。って、あれ？お仕事だったけど、この後は休みなの。うん、お腹空いちゃって。お待たせしました。はあ、いい汗かいたな。うん、そんな感じかな。また明日から頑張れそうな気がするよ。
めようか。太陽は模擬戦闘です。相手はピクシー小隊、クワドランレアの3機で編成されています。ピクシー小隊出るぞ。リラックスしていきましょう。この中域の先行偵察任務に当たっていたのはピクシーですし、かなり怖いですよね。ミシェル先輩、ノーコメント。敵を捕捉したぞ。見つけた。見どころがあるやつだな。さて帰るとしよう。Thank you.
大軍よ、注意して。大丈夫だ、俺はやれる。作戦を開始します。あれ人に死なせはしない。必ず生きてフロンティアに帰ってくるぞ。ダンク、プラネットダンス。了解。敵へを確認。敵の母艦と思われるわ。ターゲット確認。電気、帰還してください。作戦終了、キャンセル。
始めようか。攻撃目標を確認。作戦を開始します。強力な攻撃を仕掛けてくる恐れがある。それだ。あっただけだ。まだまだ。敵か。任務完了。作戦終了。キャンセル。仕事の合間に少しだけ時間ができたからちょっとね。うん、そんなところかな。くれるんだ。待っててくれないの？うん、ありがとう。なんかほっとしちゃって。
官諸君、まさに背水の陣だ。防衛線の内側に一匹たりとも通してはならん。スカルリーダーより各機攻撃開始。遅れるな、ネネ、ガラミア。作戦を開始します。戦艦トランスフォーメーション。目的を達成したわ。合流して。待て、帰るとしよう。ランカリーの歌を使った実験を行います。敵機に破壊されないよう護衛して。ランカリーです。よろしくお願いします。こちらから先制してバジラたちを炙り出す。行くぞ。作戦を開始します。ランカちゃんのお風呂
バジラの行動が変化するね。軍のお偉方には任命アタック信者が多いって言うけど、バジラ相手に対応されるかも。我々の祖先はプロトデビルになら、いたし相手は知性体ですらないし、わかりません。生物がある以上何らかのコミュニケーション手段を持っているはずですし、この実験が成功すれば僕らの戦いはずっと楽になります。試す価値はあると思いますが。現在よ、成功したんだよね。よかった。待て、帰るとしよう。超長距離ホールド開始までバトルフロンティアを護衛してください。やらせるかよ。くそ、行きます。作戦を開始します。見つけた。よし、次捕捉した。みんな抱きしめて。
返します。任務完了よ。作戦終了、帰還する。Thank you.
帰ってきた。ギャラクシーの野望をレイスを行うと、それに組みする者たちの野望を潰すために我々は踊らされていたのだよ。皆さんの陰謀と、それに加担する者によって、これ以上貴様らの好きにはさせん。ラック、バジュラたちも気を抜くなよ。油断は死を招く。あれはランカじゃない。あのまやかしを撃て。了解。作戦を開始します。バトルギャラクシー、バトルギャラクシーより熱源多数射出されたわ。ゴースト V9 よ。スカル3よりスカル4へ。アルト先輩、聞こえたら応答せよ。ルカ、クラン隊、受け取れ。アウト、貴様の期待だ。了解。行くわよ、みんな。僕だってやれる。負けるものか。戦場にいる全ての兵士に告げ、バジュラは我々の真の敵ではない。ギャラクシー、バジュラの女王を乗っ取ったグレイス・オコラーたちこそが我らの真の敵だ。我が翼に誇りを持つ者よ、我と共に進め。いっけー。
攻撃目標を撃破。作戦終了、キャンセル。新しい星に着いてから初めてのライブだからね。気合十分。